も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングは彗星のように現れた新世代新感覚のシンガーソングライター藤井風さんのキリがないから、こちらの曲をこのガズレレスタイルウクレレで簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレシンプル簡単バージョン、後半はですねそこにやっぱリズムとグルーブを加えてさらにあのふんわり感、不思議感、幻感を出してやってみようと思います。はい、最後までぜひご覧になってください。さあ皆さん音楽始めませんか。聞くの、音楽聞くの最高ですけどね、やったらわかります。もうほんと最高、やるの最高なんですよ。ぜひ皆さんにもね、これ体験していただきたいと思って、私このウクレレでね、どんどんこう皆さんやろうよと言ってるんですけれども、まあそう言われるとですね、いやいや、きっと私はできないわとか、もう私不器用なんで無理なんです、音楽の才能ないんですというふうに皆さんおっしゃるんですけど、安心してください。今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、そんな方が、楽器触ったこともない方がもう、あれよあれよと弾き語りができるプログラムがありましてですね、そのプログラムを見て、もう世界中の方が今ウクレレ始めております。YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見られて無料。始めましょう。もうちょっとしたらここリンク貼りますからね、このリンクの先に行ってもらって、上から順番に動画見ながらウクレレ触ってるだけで、どんどんできるようになります。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲のウクレレレッスン動画です。レッスン動画が1200曲以上。もうもうアップロードされております。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の集まる歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイ、アニメソング、映画の曲、もう世の中にある曲をもうね、ちょっとずつこうウクレレで簡単にできるようにね、もう掘り起こすようにね、アレンジしてますので、今度からね、音楽聴くからやるにどんどん変えていきましょう。ちょっと今回見慣れないコードが3つぐらい出てくるかもしれないんですけど、簡単に押さえられます。で、これ一回ね、演奏見てもらって、後の途中で、コードの解説もしっかりしていきます。簡単ですからね。安心してください。はい。それでは藤井風さんのキリがないから、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。
キリがないから、せーの、藤井風さんのキリがないからガズレレレシンプル簡単バージョンやってました。この曲すごくこう不思議なムードですよね。雰囲気がこうふんわりというか幻感というかね、怪しげ、どっか怪しげで、で、あーあーあーとかあのメロディーとか、やっぱあのね、ちょっと長めにやった方がね、あの不思議な感覚が出るなと思ったんですけど、それでも今のショートカットバージョンです。後半のかっこいいバージョンではもうちょっとだけ長くやりますけど、全体像を見て、もうちょっときっちりやりたいと思ったら、こう、コードね、ご自身で書き足していって、フルバージョン完成させてください。で、今のシンプル簡単バージョン動画と一緒にできた方はですね、ちょっと練習して慣れたら、それでもやっぱりね、自分で紙に書き出して、その紙を見て、ご自身だけで演奏してみるのをお勧めします。その後は覚えられたら覚えたら、覚えるのがいいと思うんですけど、その時に私の参考になるように、いつもノート見せてるんですけど、今始まったサービス、このガズクラブ、このガズクラブでは今映すこのノートの PDF が、皆さんのお手元に、クラブ会費月額660円で、毎月5曲もう選び放題でお届けするというシステムになっております。これやってみたいな、でも書く時間ちょっとないよという方、ぜひご利用くださいませ。はい、ガズクラブここにちょっとリンク貼っておきます。じゃあ、時間ある方はこういうの見て書いていただきたいと思うんですけど、これを参考になるようにということで、ちょっとですね、ここ、ここにかける2って書いてあるんですけど、これね、かっこいいバージョンで2回繰り返したんですけど、今のシンプル簡単バージョン1回ずつやりましたという感じで、ちょっとね、これからやるかっこいいバージョンと漢字が混ざってるんで、お見知りおきを。で、ここにもタカタカって書いてありますけど、これはかっこいいバージョンでやる指令ですね。はい。で、コード進行を見てもらったらわかるんですけども、ほぼこのコード進行なんですよ。もうループですね。ずっと同じコード。なんだけど途中で一箇所コード、あーあんとこで変わるところありますけど、一時停止でこれメモってってくださいませ。でですね、これよく見るとわかると思うんですけど、言葉がすっごい詰まってるでしょ。結構ね、早口なんですよ。で、歌のメロディーも上下、ね、音程の高低差がすごくあるんで、なかなか難易度は高いです。そしてこのガズのノートの特徴、この点でリズムを測ってますんで、その辺がちょっとガイドになればなというふうに思います。わかりづらい方はもちろん動画のテロップを一時停止してメモってもらってもいいと思います。はい。つまりこの A メロとサビ、これ2回繰り返すっていうだけなんですよね。はい、いいですか。そしてね、これ感想入ります。はい、ここのコード進行、ここで見慣れないコードが出てくる。あともいきなりこの A が見慣れないね。で、これ簡単ですから、みんなこれ見慣れないからわーとか言って思うかもしれませんけどね、この F シャープマイナーとかね、 G 星とか、この辺後で解説していきます。これが感想ですね。そしたらここに書いてあるんだけど、もう一回1番そのまま繰り返しって書いてあります。で、構成で言うと、イントロやって、A メロやって、B メロやって、感想をやったら、また、ここの A メロ、B メロやって、今度は、ラストのところに移ります。ここでまた、あーのメロディーのフレーズがちょっと変わるんですよね。で、それを2回繰り返して、最後はまた、あーで2回繰り返して、で、最後は、シンプル簡単バージョン、ここで、エンディング、伸ばして、やったということです。これね、かっこいいバージョンではちょっとこう弾くんですけど、またの後で解説していきます。これがガズレレバージョンの構成になっております。さあ、じゃあコードの解説していきましょう。で、今日出てくるコード、このね、8個なんですけど、この3つがね、ちょっとあんまり馴染みがないね。で、これはちょっと3回置いといて、こっちに映ってるやつは入門コードです。F、Dm、D7、G7、Em7。この5つはですね、これはですね、もう入門コードのグループなんで、これはバッチリだと思うんですけど、初めての方はね、これです、これ。このガズレレ必須コードというグループがあるんですよ。これね、ガズレレ必須コードって一体何かというと、ウクレレを初めてね、ウクレレで音楽を始めようと思っている皆さんが、最初にやらなきゃいけないので、コードっていうのを覚えなきゃいけない。こういう音の要素なんですけど、これをね、覚えるの、本当はもう何十万個、何千万個とあるんですよ。それ全部とってもじゃないけど覚えられないから、まずね、ガズレレではですね、この、まず超基本のコードを10個覚えてくださいと言ってます。それをこのガズレレ必須コードというふうに命名してまして、だから10個コード、最初の覚え、これ覚えちゃったらもう本当便利ですからね。で、10個もあるのかと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら、これも1個のコードだし、これも1個のコードみたいな感じで、簡単なんです、一個ずつは。でも、その簡単なのが10個いっぺんにボッとくると、もう頭がごちゃごちゃになっちゃうから、私が、もうスイスイ頭に入って覚えられる動画を撮ってまして、その動画見るだけで覚えられます。ここで、ガズレレ必須コードはもう覚えてください。その10個の中の今日5個の基本コードが出てきますということです。それで覚えちゃった方が早いと思いますね。はい。じゃあ今日は、この、どうしても避けられなかった、この、普段見慣れないコードを、これやっていきたいと思います。これね、簡単ですから、安心してください。まず A から。A はですね、
まず簡単に説明すると、Am と A7 を同時に押さえたってことですね。Am とここ、A7 とここ。これだけです。これは簡単です、これ。はい、簡単簡単。これが結構メインのキーというかね、これになってますんで。A は、こことここの2箇所。こことここの2箇所ね。はい、OK。はい、次いきます。で、これも見慣れないコードですけど、これ、見て。F シャープマイナー。これもでもよく見てよ。今の A マイナーに1個足すだけだよ。あともう1個の考え方は、G7 の段違いって覚えると簡単です。A で考えると、さっき今1個前にやった A ってこことここだったでしょ。そこにここを足すだけです。はい。そうするとどうなるかって、こうなります。で、この形なんか見覚えあるよね。この形のまま、一段下に下げたら G7 ですよね。G7 の形のまま一段上に持ってきたって考えたら簡単じゃない？ F シャープマイナー。これ簡単ですから。はい。やってみましょう。そしてですね、最近ガズがちょこちょこ使うこのコードで G 星。これはですね、本来は G というコードの響きがいいんですけど、この G 星、これはですね、押さえるのが簡単でいて、しかもちょっと響きがいい。ちなみにこの星っていうのは、このガズレレの中で勝手に命名してるやつですから、どっか他のところに行って星とか言われても、全然通用しないんで、はい、お願いしますね。ただすごくコードネームはあると思うんですけど、これはまずシンプルに簡単なんで、押さえる場所はね、こことここです。二つだけ。こ。こう開放感がこれを G 星ということでガズレレ限定ですよ。他では G 星とか言っちゃダメですから、ね、はい、これやってみようと思います。これを今見たら、あ、これだったらできるなと思ったでしょ。はい、やってください。はい、一応何コードダイアグラムは動画の中に載っけとくんで、もし分かんなくなっちゃったら参考にしていってください。そして今のシンプル簡単バージョン、このコードを使いましてゆっくり4つ引きでやったんですけど、まあ、さっきも言ったんですけど、歌の乗せ方が、ね、すごく早口だって、こうリズムがね結構こうきっちきち乗せていかないとね、なんかねこうなんかグダッとしちゃうんで、なんかなんとなく演奏がこうふんわり感あるんで、歌のメロディーだけこうキシッキッとこう入れていきたいなって感じ。歌をしっかりこのシンプル簡単バージョンでマスターして、そこから次のかっこいいバージョンの方に入っていこうと思います。じゃあかっこいいバージョンの説明入っていきます。かっこいいバージョンはですね、やっぱりリズムなんですね。リズム、これはですね、やっぱ聞いた印象で言うと、やっぱりこれすごくこうビートが効いてる、グルーブが効いてるっていうすごく印象だったんで、やっぱりねちょっと難しいリズムですけど、ドン16ビートのチャ、しかもカッティング入りのやつですね。そうするとね、こんな感じ、イントロのこのメインのフレーズをやると、ワン、ツー、スリー、フォー、こんなリズム、大きいやつです。 A でちょっと繰り返してみましょうか。 E1 コードでね、せーの、ダンスバカツタスカスバカチタダンバカツタスカスバカチタダンバカツタスカスバカチタダン。こんなリズム、これはですねちょっとやっぱ難しいです。これはしかも16ビートのチャで、カッティングを左手で止めて入れて、しかもこれ跳ねたリズム、ちょっと跳ねてるシャッフルのリズムなんですよ。すごくこうだからこうぐん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 こう腰にくるビートを出したいんですけどね。ここがちょっと難しいということなんですけど、一応はい、16ビートのチャの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャとカッティングという動画を見て、練習していきましょう。いつも言ってることなんですけど、16ビートのチャ、16ビートのストロークっていうのは基本の8ビートのストロークができてないともう全然できないので、8ビート完全マスターしてからだんだん16ビートに上がっていく、こんな風にイメージしといて、さっき今のリンク先のところに8ビートも出てますからね、やってください。でカッティングはですね、そこでなんとなくはカッティングってこういう構造になってんだという風に分かるといいと思います。ほら今ねパッとこの触って止めてですね、これがカッティングです。これを応用してムニムニ動いてるでしょ。こういうのをカッティングって言うんですけどね、何かこう今のリズムの動画にヒントがあると思います。ちょっとやってみてください、このリズムを使ってファンキーにやろうと思うんですけど、あとねまださらにあるんですよ。A メロの切りがないからここで終わらすだけなので、歌の入りのところでブリッジミュート奏法っていうの、これたまに出てきます。ロックのバンドで曲でよくガズレレ出てくるんですけど、ブリッジっていうのはこのウクレレのねこの部分をブリッジと言います。ここをですね、手のひらのね、手のここの部分で押してですね、こう、こういうふうに触って、音をちょっと鈍らせるっていうか、こう、止めるっていうかね、これで、弾くんだ。そうするとね、こんな感じになります。キリがないから、ここで終わらすだけなの。こんな風に音をちょっと鈍らせる。
で、この時にアクセントでちょっとタトゥトゥトゥ、タトゥトゥトゥとか、これでちょっとやってみようと思います。これでも出だしだけですから。で、2回繰り返すうちの1回目と2回目でちょっと長さ違うんで、動画のテロップの中では、ここまでみたいな感じで表記しとくんでね。このブリッジ見ると分かるかな。ここに右手をこうクッと止めて、左手は何も変わらないですよ。ではこんな風にちょっと音を鈍らして、音をこうなんかこう落ち着かせるっていうかね、そんな奏法でちょっとメリハリをつけてみようと思います。そしてですね、この矢印のマークまた出てきます。この矢印のマークはシンコペーションといって、リズムが前にスコーンと入ってくるやつなんですけど、ちょっとこの曲のシンコペーションの場所で弾き方はちょっと特徴あるんで、メインのフレーズのところでちょっと再現してみようと思うんです。よく聞いてください。ゆっくりやりますね。ワン、ツー、スリー、フォー、次のバースできますよ。分かった？もう一回いきます。次いきますよ。来るよ、ここ。Dm と D7 の前に矢印がついてるんですけど、その前の E7 から言うと、くるよ、ツタン、タカタタン、こんな感じ、ツクツタン、タカタタンっていう感じのシンコペーション。なんとなくこの感じ、もうちょっとやってみるか。Em7 と Dm、D7 で繰り返します。くるよ、タン、これね、ちょっと難しい。ちょっとね、このリズムが一回チャを入れてからアップでシンコペーションする。そのイメージで、覚えておいてください。矢印マーク。結構出てきます。見逃さないように。そういう感じのこうリズムでやっていこうと思うんですけど、やっぱこの曲さっきも言ったんですけど、なんかこう不思議なふんわり感とか浮遊感というか、幻感、なんか怪しげで、それで、のところで、ほんとなんかおかしな気分になるみたいな、そんなところがね、結構気持ちいいと思いますんで、プロモーションビデオを見てもらうとですね、その世界観がなんとなく共有できるんじゃないかなと思って、そのイメージを持ってね、やっぱ演奏するのがまた、いいんじゃないかなというふうに思いますんで、ぜひプロモーションビデオもね、藤井風さんのやつも見てみてくださいね。よし、それではやってみましょう。藤井風さんのキリがないからガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。
幻、何も知らない重視の秋、いつまでに気づい中二の時、ここらでその墓地火事を切れ、今行け未開の地へ。キリがないからガズレレのかっこいいバージョンやってみました。あのこうふんわりしてるんだけど、この、迷える可愛い子羊たちの中でなんとなくこう不思議な魅力ですよね。でもね、僕ねこの曲あの車乗ってる時ラジオで流れてきてすごく印象的で、それからねなんかよく頭にねふわっとくるんで、なんかこれ一回弾いたらね結構やばめでいつも流れてきちゃうやつです。大いに楽しんで皆さん演奏していきましょう。ありがとうございます。さっきも言ったんですけど、このノートが毎月5曲ね、あの楽ノートの楽譜が毎月5曲ゲットできるというこのガズクラブ、こちらのね楽譜ゲットできるだけじゃなくて限定のイベント、今度はね6月16日の平日夜クラブメンバー限定のライブ配信があって、そこでいろいろ濃厚にやったりとかですね、まあまあ日々 SNS が回ってたりするんで、これなかなか楽しいクラブ活動です。皆さんもいかがでしょうか。ここにリンク貼っておくんでご検討ください。わがまま送れ、これ現在今ね予約受注分は完売してるんですけども、今月もうちょっとで追加予約注文受付開始できると思います。これはですね、今ご注文いただいている方も大変お待たせしちゃって、もうあれなんですけど、もうもじゃくんがベトナムで気温40度の中もうすごい一生懸命やってますんで、お待ちください。はい、でこれ気になる方はもうちょっとお待ちくださいね。はい、よろしくお願いします。あとねガズレレいろんなグッズがあります。この T シャツだとかキャップ、こういうのもありますよ。でこのいつも使ってるウクレレについてるこのストラップね、このジョイントレザーとか、これストラップ、これはね前半に小杉さんのハンドメイドですからね、いろんなバリエーションがあったりとか、あとこれがいいんです。これはいガズレレのコンサートウクレレが入るウクレレバッグなんですけど、これリュックサックタイプになってるんですよ。だけど横にも持てて、これ中にはちっちゃいポーチが入ってて、譜面台が入るポーチとか、ポーチも脱着式で付いて、すごくこう機能的です。これも大好評受付中でございます。よろしくお願いします。あとはですね、アプリがあります。ガズレシピ。このアプリもですね、もう、今月中に曲がドーンと追加されて1曲ずつダウンロードできるようになりますんで、こちらの方もご注目ください。まだ、スマホに落としてない方、ぜひ入れといてくださいね。ガズレシピです。よろしくお願いします。そしてこの2つの本、リットミュージックから出てる本なんですが、今度、買いのが出て3冊出ることになりました。ただいま Amazon で3つ揃ってベストセラー第1位をいただいております。ありがとうございます。こちらの方もう累計でねこの3冊で7万部ぐらいのそういう数になっておりまして、もう本当になんですけど、やっぱりねシンプル簡単楽しい楽、この辺がねキーポイントでございます。ぜひこのリットミュージックの方なども、ご活用ください。赤い方は予約今受付中ですから、6月18日発売になっております。さあこのいろんなもうありとあらゆるあっちからこっちからこう音楽楽しもうということでガズレレいつもやってるんですけど、皆さん大いに、音楽楽しんでください。やっぱりね楽しんで自分も楽しんで笑顔になって免疫力もアップで、これがもう最高でございます。ありがとうございました。またガズレレ YouTube ご覧になってください。さようなら。